はい、始まりました。さあ始まりました、二平間のミショールーム。まずは二平間のミプロデュース、あかないき二平間のミプロデュースショールーム。どうだどうだ。あ、1個目、2個目、3個目、おい、どうだ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ちょっと一旦これをクッと、面白い、ここぶつけるよな。はい、本日は、スペシャルゲストの方々に来ていただきました。まずは右からお願いします。二平まなみです。あ、二平まなみさん、お願いします。お願いします。青原ゆかです。ゆかちゃん、お願いします。北村三郎です。北村三郎、お願いします。どうも、西田ほのかです。ほのぴー、お願いします。お願いします。はい、今日はね、この、まあ、意外なメンツじゃないですか。ウィスウィス、あの、などなどでやってます。こんにちは。こんにちは。誰って誰一人なんかね、あのちょっと違う方が。西田ほのかです。青原ゆかです。ゆかたんって言ってる。ゆかたん、ゆかたんはりっこほのぴーします。はい、ではでは頭なんか可愛い。え、あ、待って、ほなのフルーツどこ、あ、これや。今日もぐもぐするのは、あ、これ見せたあかんのか。フルーツとプリンとワッフルでーす。よいしょー、ナイス。ちょっとまだみんなで食べたいから多くしました。そう、だからみんな食べてこう。はい、好きな。そうですね。じゃあプリン何等分にする？プリンは何おる？2等分。みんなスプーン持ってる？うちさんの。みんな手で。え、あれスプーン。あ、じゃあスプーンどうぞ。すごい。あ、じゃあこれ誰かあげるよ。マイスプーン。はい。はい。じゃあね。イエーイ。で、マナはこれでいくわ。他の方が。じゃあ俺らは指でいくか。右左。フィンガーグイーン。面白い。じゃあまず一口目は？あんたが食べ。すぐに行く？はい。やっぱ近づきや。ねえ、やだ。あーんとかしちゃったり、こうしちゃったりして。いただきます。そんなことするのはレイコンだけだよ。ここ入れて、使用済み。ちゃんと入れて、ここに。いいよ別に。いいよ別に。メロンソーダ盗んで。え、待って。何入れて。さっき食べた、なんかメロンソーダゼリーみたいな新発売。うん、プリンこんな風に分ける人おらんやろ。ありがとう。みんな。いただきます。いいよ、めっちゃ取って。こんな感じでね、ちょっとプルプルしてるんですね。焼きプリン。あ、いいね、いいね。焼きプリンなんです。どうですか、皆さん。どうですか、どうですか。はい、見えますかね。見えますかね。こちらのイエベ春用のテクスチャースムーがためなっておりまして。そうですよね、結構ね。でも肌触りがすごい良くて、うん、使いやすいかなという印象にあるんですけれども。皆さんいかがですかね。すごい毛穴隠してくれるんでね、これからの時期すごいと思います。毛穴感冒症やっぱ落ちないですしね。マナからのあんいる人。はい、あやみも手挙げてる。はい、じゃあ北村三郎さんに待って、歯の音カッ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 て。こんにちは、こんにちは。帰ることかも。今日はコメント読まないスタイルって思ってる。西馬ですよ。誰かカラメルの部分だけ食べよう。え、カラメル食べれる人たちいる？はいはい、じゃあカラメルあげる。まだまんま好きじゃない。苦いもんね。北村三郎です。作ったまた豚骨。うん、あやみもじゃあげるよ。ラストの体、あの焼き部分。やばい、かわいい。ちっちゃいね、ほんとに。どうしよう、もうまだもう持って帰ろう。変な顔、変な、どんな顔させられてるの。ほら、いや、賑やかでいいですね。いいですね、空気。かわいい、めっちゃ。もっと。食べたい、これ。いいね。これ言うてるやん。遊ばれてますわ。ガンガン、ガンガン。カレーバーマンみたいになってる。ナポニーテール。かわいいな。お前や。かわいいのは。かわいい。チョキチョキ。やだ。ちゃう。そっちじゃない。発表中って言ってる。え？え？
ちょ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 聞いてない聞いてない。マジか。西馬が涙目だよ。マジ。もっと喋りたかったな。ほんまに。このじゃライブの期間にもっとおしゃべりさせてもらおう。帰ってきました。歌姫がいなくなってる。え、ほんまや、ほんまや、泣くなら画面がいたよ。一旦いや、え、ちょっと一旦発表。卒業したら韓国でタレントやるって言って、卒業したら韓国でタレントやるって。すごい、かっこいい。ほら、あ、ほんまや。悲しい。劇場行って卒業止めてきてやって。誰か行け。配信声で持ちながら今卒業止めに行ってます。まあ一旦もぐもぐします。もうチーン。でもマナはもうじゃあこのあの夏のライブ期間にもうめっちゃ仲良くならせていただいて、確かにそうやな、寂しいけど前向きな卒業だから、確かに。とりあえず食べとこやって、やばい、結構私仲良かったから。うん、そうやな、あ、そっか、悲しい。あ、ありがとう。イヤホンぶっ飛ばしたら道嫌じゃない。あんまスプーンに口つけんとこうと思ったか。うん、で一緒に GSGQ 行った。うん、うん、あ、かくれんぼ一緒にしたし、うん、寂しい。一旦切り替えよ。見てくれてる人やっぱ嫌な気持ちになってるかもしれんから、俺たちがもっと楽しませてあげないと。じゃあもう新しいやつ開けます。よっしゃ、行くぞ。はいはいはい、ここ何人ですか。前向きな卒業だしね。そうだよ、7人も会えなくなるわけじゃないですか。そうです、見えますから。はい、じゃあ今何人いますか、ここ。7、はい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 、7、5や、あ、6や。はい、now 6だ。あ、じゃあこれがな、6個あるんです、あ、5個あるんですよ。何やってんだよ。例えばアワッフルです。僕を、かわいい、え、いる人。はいはい、はい、もうあゆみはちょっと今時間的に出れないから、今度マナがもういっぱい買ってあげる。今度京都でもち食べるか。やった、かわいい。いただきます。あゆみ、半分ありがとう。はい、じゃあ、ありがとう。あ、いい、はい、皆さんこちらのワッフル見えますかね。ありがとう。いるよ。いる。じゃあ食べます。はい、スクショタイムです。マミ、はい、食べましょう。はい、あ、食レポしないとって言ってる。じゃあ一人ずつ食べていく。上げて上げて。チョーズ、チョーズ、チョーズ。何杯、もう何杯、盛り盛りや、盛り上がりが足りない。もなんか知らん、これ知らん、初めてすぎ。ほんまに、うん、何それ、盛り上がりたいときにやる。もう1個で楽しめないと思う。実は入れてもパン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 。テンナなんて言ったか、テンナ怖って言われて。なんで、無理。でもほんま一日中ずっと考えてんの、ごめん。うまっ。ほんまに、ね、正直結婚できる。ダメやで。できる、無理やで。はい、残念。え、こっち来い。うまな、味はプレーンです。おいしい。兄弟かなって。どっち、お姉ちゃん。私は18歳になったらマナミンと結婚するよ。ママやね。対抗するよ、私はこの人に。え、他に子供おらんかったっけ。歯磨きこましろ。兄弟他におらんかった。歯磨き粉真っ白さんに対抗するよ。もうちょっと拳で。まだいるよ。姉ちゃん
さすが17歳叩き込みすごいよ。レニア、いや素晴らしい。どうしたん、こっち来て。じゃあ次はレニア、フルーツを食べます。でもフルーツってさ、シェアし難しいな。あ、もうあんた一人で食べなさい、うん、食べなさい。あんた配信でしょ。そう、あんたの、あ、じゃあ分かった。あのめっちゃマナがちょっとあの好きですっていう言葉を言った人に1個ずつあげてください。どういうこと。ただの罰ゲームや。単語で笑わせるゲーム。いやもうボソッとか何でもやっぱ今のモリアとかは、モリモリアとかはもうめっちゃあげちゃうっていう。なるほど。もう一回やるか。あ、いいよいいよ。どういうこと。だからマナがちょっと笑わせればいいってこと。まあ別にそんなあれじゃない、あの厳しいものではない。そこれやな。こっちに落とし、わー、こっちに落としたらいいや。なんでそこに落としたの。みそやもゆきなんと結婚できたらいいねやって。結婚してます。どんどん引かれてます。では行きます。では行きます。よいしょ。あ、まだこういうの開けるの苦手なんよな。で、いいの。ちょっと、マジクロール。れいちゃん、どんどん伸びてるか。ダメやだ。何本振ってるでしょう。2でーす。イエーイ。続いて何本振ってるでしょう。4-3でーす。うわ、惜しい。これだと思った、キモ。ありがとう。じゃあまずは何から食べようかな。パインから食べます。おいしい。それパイン。マンゴーでは、うん、うん、まあ、パインとパイン、え、パインとマンゴーの違いって何。え、全然違うよ。え、衝撃な。マンゴーはなんかオレンジでさ、メロンパンみたいなやつ。マンゴーお茶あるよ。あ、パイナップルがパインってこと。うん、どういうこと。どこになってたの。パインを知ってほしかった。ん、何これ。これがパインです。ん、ちょっと美味しい。反応しない。美味しい。いや、美味しいんだけど、うん、あ、初めてのあれだから。まあ、なんか次は一番好きなみかん。ん、これはナッツです。で、何もぐもぐ配信してる。このピーナッツ。ん、絶対変わりません。メンバーの特権です。イエイ。やったね。変わりたい。え、やばい。パイン、パインってパイナップルってこと。パインとパイナップルは別物。パイナップルの略しがパイ。ごめん。え、そうなん。ごめんね。へえ。あ、パイナップルがなんかあれか。カッシューナッツです。以上。アナミン今度アンシネだって。君以上。今カッシューナッツの。死んだ。もうあげません。口開けられへんからモザイクかけな。あ、こつラーメン T シャツです。テイクルって方の嫁さんも場所変わってって言ってるよ。絶対変わりませんよ。お嫁さんが言ってるらしい。私もマナミンの来てください。よ、おいおいおい、パパ、ちょまちょま、パパちょまちょま、レイにはもっと映ってよってるよ。え、誰さんが、えへへへ、嬉しいな。めーやだ、その動き気持ち悪い。めっちゃ嬉しい。やーよ、ほんと神に住んで、ほんま。ツイッターに晒すよ。いやだ。みそらちゃん、なんかおとなしきって言われてるよ。なんで。レイさん、もう一回踊って。なんで、やだ。みそらみたいな、今の。なんちゅう T シャツで。やだ。抱きしめたいわ。内股と、内股からポンコツラーメンと。ポンコツでーす。お願い。もう一回踊ってほしいな。いやだ。みそぽんの頭ポンポンしてほしいな。いやだ。もう一回踊ってほしいな。いやだよ。トイレ行きたい。いやだ。やだ。ねえ。目移したい。おお、面白い女。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 いける。食べる？食べる？これ食べるよって。いや、面白かった。マナミンとさ、私が仲良くなってる。おいしいよ。待って、もう一回言って。おいしいよ。なんだ。ダメやで、マナはテナの相棒だから。相棒か、まあ、俺結婚してるんで。してないけど。おられてます。でも、ミソルちゃんとセレクションかなかったと。あ、ごめんな。ごめんな。俺たち二人で
作ってたから。ポキちゃんとレーニャと最終審査の前日に仲良くなりました。そう最初その4人で割り切って、はい、いやでもうちら出会いの長さとかって関係ないと思うんだよね。うちら3週間一緒にいたんだよね。ねえねえ、まなみそらえもん、ほらみんなにモテモテのまなみちゃん。いや誰らおっかな。いやごめん、みそはユキの色からいいよ。別にあれ別にいいよ。あの西馬だけは捨てへん。あやみ、あやみ選びます。ロリコンやね。10月やからもう。え、ロリの定義って15歳までだよ。え、なん？じゃあ、え、レーナーは？レイちゃんもうレイじゃん。レイ15歳。レイちゃん。15や。まだ？15ってか中 3？ 中2、中5、1。わら、はい、おいで。でもさ、もうこっち来てよ。だいぶ昔にユマがミスラの顔見てニヤニヤしながら合法ロリって言ってたの覚えてるんだから。バクロさん、バクロさん、ディフディフしながらでこやめて、やめて、合法ロリ、合法ロリ。ねえな、早くこっち来て、見てよ、覚えてるんだから。やべ、忘れもしない思い出。ほら、みんなもうわらわら怖い。西馬、西馬には玲子さんがいるやろって。もうなんか玲子さんはもうなんかもう一心同体だよね。ナポリ食べていいよ、まだプリン食べるから。待って、食べたい。ポリポリン食べ、これ液体もあるから飲んでもいいよ。すごくでっかい。帰るか、なあなあ、スプーンどこ行った？えねね、いい？何を？誰かが使ってる。いいに決まってんじゃん。うちらそんなんで遠ざけ合いの中じゃないでしょ。テンナレーナ、テンナリップついちゃった。テンナレーナ、クリームソーダの味するよ。じゃあいいよ、ま、いや一人称マナめっちゃ可愛いよね。わかる、本当に可愛いんですよ。マナミ、西山警察来たよ。私一人称私やもん。やばいやばい、西山さんで変な人。めっちゃ変な人って。違う、ただのオタクですよ。オタクこじらせすぎてちょっと熱いんだけど、ちょっと変な感じになってるだけ。そうやな、手が熱いよな。水映ってないとこで何喋ってんの。レイナ映って、レイちゃん映るわ。レイソニャ3週間と3日ぶりのテンちゃん、可愛すぎた。誰？あ、オズマさんじゃん。ありがとう。西山と別れる気がする。やったね。西山巨人やっとくなんて。巨人やっとく、さっきやったもんな。これやる巨人？ああ、大口が多かった。人類は思い出した。奴らに支配されていたけど。だって巨人が多いやつやったっけ。やばいやばい。孤独の中にとあねえねえ。ああ、孤独の中に囚われていた屈辱をガシッ。ゴゴ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 ゴ。ジレンたちが。これちゃん。お前たちは進撃の巨人になりきってます。動かないと思う。はい。お前が始めた物語だ。お前が始めた物語だろう。わあ。あ、今スクショタイムです。やばいやばいやばい。銃口を向けられているニヘマナ。いるか。やばい、バンされるバンされる。やばいやばい、あー、またまたバンされる。てかどんどんマナの画面が暗くなるんだけど大丈夫？バンされる。え、多分分からんけど、なんか、まあ、リアル口にバンされてるじゃん。おもろいね。おもろてんな。うわ、最高なし。あ、てんな、んおもろいね。お、おもろいね。てんな、いけてんな。イエガー、イエガー、えねん、もうあげる、でかい気分、うん、ありがとう。私ホーム画面メイドマナミンです。映っちゃう映っちゃう、あぶないあぶない、見て、危ない、離れろ。おい、うまっ。じゃあ俺もホーム画面マナミンにしちゃおっかな。マナミンよ、ほら見て。ねえ、あやみのホーム画面がマナなんです。え、ほとんどマナミンやで。警察マナミンとメイドマナミンとあのね、舞台裏マナミ。それが気になるな。じゃあサバのニソミマナミにしちゃおうかな。アルミゴやって、ニシウマは確かに。人類は思い出した、やつらに幸せでいた。かわいい、孤独の中に囚われていた、あ、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。綺麗売り割り、顔出しできたじゃん。綺麗売り割り、ミソラ、田中バンソラ。誰がや、誰が小6中2回バンソラだよ。言うてへん、誰もどこまで言うてへん。言うてへん、誰も言うてへん。やばい、雷、うん、施設内の雷。そして雷、あ、おった。どこおるんかと思う。ファンさん
そうだよ。な雷ってさ、あの家とかにいた時はさ、なんかめっちゃ楽しい。でもあれ、嘘。去年の夏休みさ、部屋真っ暗にしてさ、あの家の電気全部消して映画見とったら急にでっかいやつなってさ、ほんまにさ、そんな怖すぎやって、あの涙でかけた。そら涙出るって。一人やからめっちゃ叫んでた。一人や怖いの。中3時のさ、テニス部の部活中に雷来て一人で大泣きしてた。中3やのに。怖いな。怖いな。外は怖いな。昨日周りとかにいた時絶望じゃない。外で部活してる時に急に雷来てもあもう死ぬわと思ってめっちゃ泣いたわ。えなんか傘さすか迷う。鉄やん。うん。私傘良くないよ。嫌いさ。嫌いしん TV。誰から？死なん人おるで。なあ。えでも怖くない？だから別に意識の問題やって知らんと思うんだしないって何すればいいんやろ。車の中に入る。うん。高い。建物。車がなかったら。駄菓子屋さんに入る。とりあえず水からは離れる。じゃあ車になんねんね。え？どうなった？車がなければ車になればいい。それはまだも思ってたよ。やろ？うん。興味を持ってた確かに。うん。確かに。カヌレ取れる。お金はなければお金作ればいい。天奈様、なろ天奈様。ねえ大丈夫？すごいさ、ゴリゴリだゴリ。いや待って、ホノピーは雨弾くからホノピーは大丈夫ってこと？ホノピー雨避けてんだよ。うん、うん、こうやって。うん。単独ホノピーや。じゃあもしかしたらさ、雷も避けれる？カヌレ今でーす。じゃあいいや。カラメルも食べちゃおうもん。今雨降ってんの？うん、終わった。傘持ってきてない。持ってきた。一緒に帰ろうって。一緒に帰ろうな。イエーイ。ねえ、怖い。でも私はマナミンと結婚するからね。でもあやめよ。マナミンの養子に入なんか入るらしいからね。え、それ入るらしい。マナが変なこと言ったのバレる。うん、言ってるよ。そう、アミとあやみをどうにかして家族にしてやろうと思って。私もどうにかしてアミと家族になるから。もう家族だよ。アミアヤ、ちょ、やめて、その歩き方。その歩き方やめて。アミコロ。アミアミアミー、かわいいよ。アミかわいいね。なんか長いな。伸びたら長い。うん、背伸びたね、アミ。大家族感。こんな感じじゃお姉ちゃん誰やと思う？はい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 。ミソラなんか、意外とお姉ちゃんなんだよ、めっちゃ。やっぱり妹しっかりしてるからな。大丈夫大丈夫。揺れた方が。え、お父さんは？お父さんいないやろ。なんでわざわざお父さんにすんの？いっから大黒柱、ユマ。え、お父さんはな、ユマ？あ、私？まあ、テンナかな。おー、なんで？なんで？ユマユマユマ。あの、ラーメン家にしてるよ。絶妙なノリ。テンナはお姉ちゃんやな。うん、まだ見せるか、お姉ちゃん引退せなか。いや、マナミは圧倒的お母さんか。それはそう。いや、もうこの、あ、じゃあ、包容力結構この。ごめん、ほな結婚するわ。そのまま父親の座を知りとかなかったらよかったのに。ほんまにごめんね、西雄馬。でも何気さ、自分のさ家族構成言ったことないかも。お前あんま聞こへんもん。てな知ってんで。言わへんで。知ってるもん。言ってよ。謎大きいミステリアス女。後で言ってあげる。まだに待って、アミレベル、ファンレベル3に上がった。え、やばい、私知らんかも。マナミンのファンレベル3に上がったよ。え、マジマジ。あやみさん、ありがとうございます。ヒーでお母さんなら若田どうなの？え、じゃあキウキで家族作ろうよ。お母さんは若田、確実に、うんうん、お父さんはグラマ、グラマホノピー、ホノピー。あー、わかる。じゃあ長女、長女、長女。おじいちゃんおばあちゃんいらんて。長女は長女。ユサラちゃん、リオピ。あみんなめっちゃ共感してるのさ。え、リオちゃんがペットはやって。じゃあ、それよかった。ペットアミアヤ。いや、ユカタンやろ。ユカタンやろ。もうほんまにおったわ。アミアヤは一番下の双子しやる。ああ。ペットはユカ。まだベビーカーで押されてる双子。まだなんや。うん、ヨシミンね。何に？お姉ちゃん、お母さん。上の方、ヨシミンは上の方。お兄ちゃん。じ、お兄ちゃん。
料理作ってくれそうやもん。あ、わかる。なんか勉強とかしてるときおにぎりとか作っておく。うわ、絶対持ってきてくれるわ。頑張ってねって作ってくれる。絶対やってくれる。でもおにぎりのサイズがちょっと大きすぎて妹くんがちょっと怒んねんな。ちょっとお姉ちゃん大きすぎるわ。妄想がすごい。やばいやばい。さすがジブリオタ、うん、ジブリオタやから。あのジブリでおにぎり持ってきがちやから。レーニャいるよあそこ。レーニャは妹や、うん、レーニャ妹やな、うん、レーニャだってテナの妹になりたいもん。そうやね。うん、いいよ。やった。プキノもおるけどな。あ、ほんなら姉家族でミスラとユッケの夫妻でいいかな。あーそうやな。あ、ちょっとなんかちょっとなんかそう、ちょっと作っとく他の夫婦。ちょっとちょっと遠い親戚みたいな、うん、姉家族みたいなとこで、ちょっとミスラとユッケのが夫婦で、ちょっと誰か神ちょうだい。じゃあ私はやっぱマナミンとかな。この流れだと多分さ、ユキノちゃんこの配信見てたらさ、ほんまにもう二度と口聞いてくれへんと思うよ。でもユキのさっき意外となミスラのな結構認めてくれてん。この間ボバメに書いたよとか言って。だからユキのは実は多分ミスラと結婚したい。25分ですよ。そうやん。ほんまや。ちょっと待って、25分からまだ。あ、レオ。あ、レオもお母さんや。レオもお母さんやな、うん、待って、お母さんまでさ、あ、暴き出さない。いとこ家族とかも作ろう。わ、うん、かった、うん、分かった、うん、礼を礼を、まなみまな絶対ちゃうやろ。え、絶対お母さん、確定お母さん、お姉ちゃんとかじゃない、絶対お母さんの位置。おんまおんままなは仲良くなっ、あ、やめよ。他お母さん仲良くなったらあれになる。お母さんっぽい人やっぱりさ、アミじゃない。自分感性180度どっか行ってる。あ、お父さんでしょ。お父さんホノピーとテンナかな。テンナ、うん、チッチ。え、じゃあ一人シングルマザーってこと。いや、ユマもお父さんやな。お、西ユマなんか、あの、その家族を見てる隣人って感じ。違う、悪い意味じゃなくて、なんかすごい、あ、この家族いいって言って、あの、見せる。近所に住んでる、近所に住んでるおじさん、おた家族。俺かな。今おじキューキの相関図作ってよ。あー、作ってるよ。俺だけ繋がってる。ナウだよ。ナウ今作ってるよ、ね、やべえじゃん、俺ここら辺に書いて。ここら辺におーおーおーおお。隣人隣人最悪。結構出るね。結構出るね。結構出るね。結構青いね。それこうやったの。結構これも結構いいね。はい、結構食べるね。次行ってください。あ、次の子待って、誰確認しよう。危ない。え、次の子はちょっと待って、分かった、一回確認するわ。よいしょ、どれかな、これかな、あ、キュウリか、キュウリどこかな、キュウリ、キュウリあった、あったね。ノート見てね。ノート見るよ。明日の朝は、うん、誰やと思いますか。明日の朝誰でしょう TV。 明日の誰でしょう。わー、なんかバーって追ってレオちゃんは、ほんまに、またあやみが作ってる相関図。あ、じゃあもう言います。あ、よしみ、わかった、テンナ、新西ウマ、新西ウマ、新西ウマになってるよ。ははは、時のレオ、かなこさん、ニーシャダメ、ニーシャダメな、シンチ、エヴァンゲリ、いやだよ、パパはエヴァンに乗りたくないんだ。まあ、マジでこれすごい。ニーシャダメな、ソルムで宣伝しない。おめでとう、おめでとう、おめでとう、みんなありがとう。似てるんよな。明日は何の日ですか。あ、しぶたに、明日は何の日ですか。新味噌には来てるよ、やっとく。あー、ちょっと待って、エヴァ見たことないねんな。あれは？エヴァ見たことないんじゃない？ミソラ乗るんだ。いやだよ父さん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 。エヴァに乗りたくないよ。エヴァに乗りたくないよ。いやだよ父さん。逃げちゃダメ、逃げちゃダメ、逃げちゃダメ、逃げちゃダメだ。はい、じゃあシンジ君が二人も出てきたところで、明日の担当は、アミタン、ショールームをするんだ。アミ。ショールームをするんだ。アミ、メガネキラーン。アミのキラーン。ショールームの波だよ。嫌だよ父さん、やってほしい。アミに。アミタンです。明日頑張ってね。
せーかー。あ、配信してます。スタンド使いのみそにゃです。じゃあそろそろ、あ、誕生日？そうだよ、明日バースデーがだよ。あみちゃん、ハッピーバースデートゥーユー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 、アミカ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうアミカ。こう歌ってる間一個もアミが向いてくれない。反抗期や。反抗期すぎるよ。まあ今日じゃないねんけどね。レジスタンス。明日。じゃあもう壇上読みます。T シャツレジスタンス。気になる。それだけ聞いてから。T シャツに反抗していくのかな。かわいいな。かわいいな。ではではでは壇上読みます。じゃあ。あ、やばい。ギフト全然読めてない。そういう日もあるよ。ごめんなさい。いろいろ皆さんありがとうございます。人生は冒険だ。あ、ごめん。明日頑張って起きないと。ほんなら行きます。地図はないけれど、あったい。ところも13位かき揚げさん、ありがとうございます。わー、お腹すくよ。腹ペコリーヌ、お腹すきましたじゃない。ありがとうございます。お腹ペコリーヌはやばい。12位しろちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位瀬戸市さん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位みっかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ショールームって反転していへんらしいな。え、うん、しないらしいよ。だからこれがこう見えてるってこと。こう見えてるってこと。世界このまま映ってんだぜ。え、反転してると思うよ多分。反転してないらしい。なんかここの文字とかがちょっと見れへん。みー、今これどうなってるか見て。これなってる。よっしゃ、俺が見たる。俺が見てくれ。じゃあ誰か。一番わかりやすい。あ、赤は映せへんわ。あ、待って。田中美空の文字がどう見えてるか。え、これ田中美空に見えないと普通に。なかったやな、めちゃめちゃ。あ、待って、田中。しかも、うちうちまたやでも普通に見えてる。え、すげえ。え、じゃあどうしたらいいってこと。逆に、普通の普通にこれで。逆。だって今ここで見たさ、中田に見えるやん。でもあっちやったら田中に見えるから、そうか、反転してるからこうだ。プリンとかワッフルとか。どこまで読んだっけ。10位タムタムさん、ありがとうございます。あ、今全員文字あるね。豚骨ラーメンとうちうちもたやねと田中みそら。まあ西田ほのかですけど。あ、そうです。ごめんなさい、西田ほのかさん。西田です。北村です。8位ていていさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位まほさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位ガキアスリートさん、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。ちょっとイントネーション変えていこうかな。イエーイイエーイ。あ、じゃあまずありがとうございます。あ、エムさん、イエーイ。イエーイ、エムさん。イエーイ。5位、エムさん。イエーイ、エムさん。ありがとうございます。4位、高政さん。イエーイ、高政さん。アルマーク、あやみん。あやみん、ありがとうございます。3位、ゆらくん。イエーイ、ゆらくん。ありがとうございます。ありがとうございます。2位、キューちゃん。イエーイ、キューちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。で、1位、あずま一心さん。イエーイ、あずま一心さん。長でもいいね、これで皆さんもあのグループに入った時も。ありがとうございます。これで皆さんも多分準備ができたと思うので、あの皆さんも初日を迎えましょう。初日を迎えに一緒にぜひ待ってます。自己紹介の時ぐらいで声出すやんて。マリとマジでこんなん。イエーイイエーイイエーイ。あのさ、あのいつもさ、ゆきのやからさ、自己紹介の時の後ろ、あのまあさ、ゆきのちゃんってあんま声でかいキャラじゃないやん、うん、でもさ、あの前にシューマンと出た時なんか後ろからすっごい声してたと思ったらさ、シューマンやった。 あと佐伯と並んでるやん、はい、うん、もうあーっていい。はい、ではね、あのいろいろ食べたんですけど、うまかったぜ。も食べましょう、ご飯をたくさん食べて。マナカツだよ、マナカツ。マナカツ、マナカツだよ。あ、ニヘカツ、ニヘカツだよ。俺いつも見てんだ。
ミヘカツもねお願いします。じゃあ、8時から30分ありがとうございました。また見てください。明日は雨なので見てください。バイバーイ。バイバーイ。